はい、こんにちは。はい、こんにちは。スプレーアートエデンの。スプレーアートエデンの。梅先生です。梅先生です。今日は。今日は。スプレーアート講座です。スプレーアート講座です。ああ、素晴らしい。素晴らしい。オッケー。オッケー。あ、もう、だ、もういいよ。もういいよ。もう大丈夫。もう大丈夫。え、もう自分の言葉で。自分の言葉で言って。今日のテーマは、じゃあ、山。何でもいいよ。山の作り方、お願いします。山の作り方、オッケー。誰でもできる。1回目から多分誰でもできる。おお。山ね。3つ山の描き方をやります。オッケー。はい。じゃあオッケーね。最初、まあ、白黒でやっちゃうかも。白黒でね。今白。まあ覚えやすいようにね。白ちょっと簡単に引いて。で黒。黒。うわあ、こっからどうなるのって感じじゃない？わあ、こっからどうなるの？どう？どうなると思う？どうもならない。どうもならない。オッケー。真っ白ね。下に白引いたでしょ。うん。はい。じゃあ次はね、この紙を準備します。こうやって、こうやってさっと、こうやってさっと。山っぽい？山っぽい。はい。これが1個目の。簡単に山かける感じね。1個目いきます。オレンジはちょっと、はい、黄色、オレンジ、赤、こんな感じね。うん、ちょっと簡単にこの蓋も置いて。こんな感じですね。まあ、どうなるかね。一個。はい。まあ、ね、本当にいろんな描き方があるんだけど、まあ、とりあえずなんか手軽なもので、これでちょんちょんちょんって押し飛ばして、タンと取って。すごいね。で次先に指でいくよ。うん。ふって言わないでふっ。綺麗だね。なんで？まあ、ちょっと山っぽいでしょ。誰でも行けそうじゃない？どう？誰でも行けそうだね。うん、簡単にシンプルに。これちょっとさ、ここあれじゃん、微妙じゃん。だからこれを使ってちょっと削る。これはなんて言うの？これね、ペインティングナイフ。ペインティングナイフ。今削って、これで削って。おー。そう。爪だ、上だとさ、これ鋭くいけないじゃん。これでちょっと。作ったらこれ赤で、赤、黄色。ここで、これ今度スポンジにこうグラデーションっぽくつけたやつを、ちょっとこっちに。さっきの山の形作った後に、うん、こうやって、おお、これをこの白ね、白つけたやつをこっち側に、まあ、こういうね、うん、ちょっと山っぽい、雪山っぽい、雪山っぽい、まあこんぐらいでしょうか。これ簡単な感じね。うん。OK。はい。山をキャンバスに描いていきたいと思います。これね、ちょっと時間ある限り描いていきます。 OK。 ゴールドでちょっと星。おー、やばいってこれ。おー、やばい。で富士山っぽい形。ちょっと下に引いた。
まあ、こんな感じでタタン。うわうわ、まあ、こんな感じ。じゃあ次に、ちょっと沸騰させるとどう？見える？このこんな感じが、今こんな状況。うわ。あと少し、あと少しこれをまた続けていきます。見えるこの奥行きみたいなの見えたの、こんな感じで。まあ、簡単な、まあ、時間ではね、いろんな描き方がありますね。すごい。でもっとこれも時間かければいいということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントまあ、よろしくお願いします。アディオス、アミゴー。はーい、もっとなんかこういうのやってとかあったらぜひぜひ見てください。こういう教えてとかね、うん、これはあの一応あの販売サイトにとりあえず出店するんで、うん、よかったら見てください。アディオス、アミゴー。バイバイ。